やっと来ました。しらす丼残ってるといいんだけどな。しらす丼が食べたい。さあ道渡りましょう。やはりバイクだと暑いね。I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.Meant to be in the great outdoors, forever free.美味しかった。いや天気もいいし、さあのんびり帰りましょう。さあ帰りますか。帰ったら2時ぐらい。いいんだろうか、こんなに。いやー、酒のつまみに最高かもしれない。今日塩茹でだな。
まあ、ちょっと小さいとは言ってましたけど、全然十分です。ちょっとね、大きいやつも入れてもらいました。さあ、今日は一杯飲みながら、シャコだな。なんとかコツをつかんだぞ。両サイドを切りますね、こうやってね。で、この尻尾切っちゃいます。バシュッと。そしたらペロッと背中の方から剥くと結構簡単にこうやって剥けるんで、あとはこの身を上手に剥がすんだけど、うまいこと剥がれねえんだよな。うわー、汚くなっちゃったけど、まあこんな感じでね、身剥いて。気が遠くなる作業だな。さあ頑張るか。まあね、動画の方はこの辺で終了。新鮮なシャコ、柔らかいね。でね、私がやるとこんな感じで隙身で、これはね、後ほどあのかき揚げみたいな感じでね、かき揚げ丼にしてもらいたいと思います。はいはい、分かった分かった。はい、移してあげます。これがね、うちの嫁がねさばいたシャコですね。全然違うでしょ。うんね、同じシャコさばいてもこんだけ違うからね。ね、まあ酔っ払いの親父だからね。何、これは、これはあんたです。ああ、まあ、あとね、こんな感じなんですけども、トロさん、どうしたの？お前も映りたい？はい、なんとかさばき終わりました。私がさばいたらむき身こんな感じになっちゃいましたね。やっぱね、主婦はね上手ですね。さあ、出来上がりを待ちましょう。